マノッチです。よろしくお願いします。ブルーロックやっていきましょう。オフシーズン。はい。ですね、今日取りだめでございます。本当取りだめが多い。最近ね、なんか申し訳ないね。せっかくコメントとかもねいただいてるのに本当に申し訳ないです。はい、やっていきますか。まあサクッといきますかね。おい。年間表彰式。おい。ちょっと先にアイテム買っちゃいますか。ペナントショップ。おい、よし。いや、誰かしらなんか取ってないかな。ファーストアリングか。できればね、アリング以外でちょっと取りたいんだけどもね。ロッテに西勇輝選手かな、多分あれはかな。はい。何もなしか。そっか。まあ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 、アリングは取ったけども。おい、じゃあ、成績見ていきますか。ここで見れるかな。ちょっと待てよ、先に買うわ。はい。お、やっとこう。はい、ほい。じゃあ見ていきますか。まずこれ見ますか。投手成績とかチーム全体の。やっぱちょっと3点台にはしたいよね、防御率ね。まあ来季に期待ですな。ヤクルトよりはいいんだね。はい。野手成績、チーム打率はリーグ2位ですか。てか楽天のホームランすごいね、168ね、すごいね。はい、はい、ほい。いや、いいなぁ。これ200イニングとか消化とかしてほしいよなぁ。スタミナ A やって回復 B だったらいっぱい投げれるか。素晴らしいですな。にしてもすごいなにしてもすごいよなぁ。まあまあまあ、ちょっとざっくりと見て、まあちょっとチームブルーロックメインで見ていきますか。セリーグ。お。覚醒とかしないんだね。もともとの能力結構高いね。どうしようかね。まあ今年がオリンピックの年だから、いいね。すごいスプリット伸びてんね。あ、海外留学してんだ。いや、ちょっと侍ジャパンに招集したくなるわ。いやー迷うなー。 3人、まあ俺の中では3人というルールなんですけども、チームブルーロック。はい、桜井君の122が、一番多かったは多かったんですけども、まあ来季に期待ですね。まあ何とか怪我さえなければいけるんじゃないかなと思ってます。まあ1ヶ月ね、
海外留学でいなかったわけで、それでもうちの勝ち頭として8勝してくれたんで、来季は2桁勝利ちょっと期待しましょう。ちょうどね、山崎選手がね、6敗もしてしまったんですよね。防御率もまあ良くはない。まあちょっと迷いどこですが、その来季の抑え尾形選手でいくか、まあこの京山くんのね、この完封完投にはノリノリの時に持ってったやつなんで、野手。お、一応ベスト10に3人入ったんだね。ただちょっとここの差はあるな、あるな。でも個人的にはね、この2人よりあのブルーロック初期面がちょっと頑張ってもらいたいなってなんだよね。お、又野くんいいんじゃない。そっか、この能力で35本も打てるのか。このぐらいの能力だったらうちもいるからね、その打撃能力だったら全然いるから。まあ出し続けることか。すごいね。あ、伸びてる、能力伸びてんだ。おい、はい、おい、まあね、ちょっと外野手はいい選手いっぱいいるけども、多分オリンピックに外野手は連れてこないかな。外野手はうちで固めたい。やっぱちょっと投手だよね。ただ投手3人連れてきたらそれはそれで面白くないから、どっかのポジション野手スタメンで使うような感じで、まあファーストとかになってくるかな多分。ちょっとね、今、あ、てか、リチャードくんが、どうなんでしょうね。ファーストできるっけ？サードだよね、メインポジは。ファーストできたっけ？ファーストできるんだったら、リチャードくんで行きたいな。頑張ってもらいたいですな、頑張ってもらいたいですな。ちょっと左 F っていうのはなんか厄介だけど、うん、いやまあさすがの成功率ですよね、ここら辺はね。よし、じゃあ、いきますか。あ、そうそうそう、ハーマン選手、モタ選手が帰国しちゃいました。ちょっと連れては来たいですけどね。特に問題ないかな、ちょっとこのまま行こうかな。キャッチャーアップも未だに終わってないし、ね、おい、オッケー。さあここだ。もうちょっともらってもいいんじゃないかい、君は。2万ポイント。まあ、こんなもんかな。
いや、今年もまあまあ頑張ってくれたと思いますよ。1万1000ポイント。流星くんなんやかんやちょっと目立ってたんでね、8000ポイントかな。うん。またのくん。うん、そうだ、9000ポイント。そうだね。あとは、尾形くんなんてのはちょっと頑張ったと思いますよ。7000ポイント。桜井くん、ちょっとこれない、ちょっと。うん、9500ポイント。浅間選手、そうだね。まあ、もうちょっと打率残してほしかったですね。6000ポイント。はい。うん。はい。はい。エゴシ君がね、ちょっと出番はなかったんですけども、まあ俺好きだし。2500ポイント。まあまあいい成績残したんじゃないですか ?2300 ポイント。はい。トシ君はちょっとね、代打で結構使いやすかった。2500ポイント。いや、これはもうちょい上げていいでしょ。5000ポイントぐらい上げていい。はい。ヤギ沼くんね、そうだね。4000ポイントかな。結構もうずっと頑張ってくれてましたからね。そっか、引退か。はい、さよなら。まあちょっと来季への期待も込めて、ちょっと6000ポイントであげましょう。寺島くんも結構頑張ってました。5800。まあ、こん、あ、脱落。はい、ちなみにもう一人はモタくんでした。はい、まあちょっと帰っちゃったね。あれ、ちょっと待って、清田くんはね、やっぱ1万ポイントぐらい上げていいんじゃないかな。面白いから。まあこんなもんで。はい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 。いや、ドラフトね、どうしよっかな。やっぱちょっとピッチャーかな、欲しいかな。もうルーキーイヤーで日本代表になるようなね、九州の街道、志田くんでいいんですか。ちょっと志田くん狙ってみたいかな。もう育成するね、時間もないわけで、もう即戦力ですよね、欲しいのはね。いやー、まあ抑えとしてはごめんなさい、抑えとしてはね、ちょっと魅力的ですけどもね、ちょっとドラ1では指名ちょっと、ま、したくはないかな。いやー、即戦力の先発が欲しいな。やっていけるかい、これ先発いけるかな。いや、なんか街道だしな。いや、まあ、もちろんその街道っていうところに魅力とかそういうのももちろんあるんだけど、俺やっぱくじ引きをしたいんだよね。
これは関川くんじゃないか関川くんは狙いたいでしょ。そう、相当いいでしょ関川くん。だから先発ではないんだけどもね。ただ やっぱちょっと それでも先発が惜しいとかって言ってるけど、うん、なんか そこ乗り越えての魅力がありますよね彼には。関川くん、野手か。そうだね、やっててねちょっと困るなってところはやっぱファースト、いやどこだろうな、どこもやりくりは比較的できるんだけど、セカンドもう一人ぐらいいてくれたら楽かなみたいなぐらいかな。だから仮にセカンド取ったところで俺一軍に連れてくるかってとこなんだよね。魅力的な守備力だけどもやっぱ攻撃力がないとちょっと取りにくい。やっぱ今欲しいのはね、即うわー素敵だ、マタノ君がいるからね、言ってもマタノ君になるんだよ。やっぱベンチメンバーになっちゃうんですよね、よっぽどの選手じゃない限り。いやまあとりあえず、とりあえずはそうだね、関川くんじゃないですか、やっぱりここは。彼でしょう。ごめん、飛ばしたと言ったらすごいバカぶる。1、2、3、4、5、6。6分の1か、引くわ。あ、これだわ。見てて、紙引き見せっから。おらいすごいだろ、すごいだろ、すごいだろ。もしかして絶対当たるようになってるのかい？わかんない。もう結構な勢いでテンション上げては見たけど、あー取られちゃったか。渋谷君、渋谷君、ちょっとわかんないですけども。いやーどうしようかな、先発かな。スタミナですね。ここまでは伸びるよってことでしょ、これ。現状49だけど79ぐらいまでは伸びますよみたいなことだよね、きっと。伸びしろはね、今正直そんなに。彼かな、水沢くんかな。君島くん、いや落ちる球欲しいな。細貝くんはちょっといいかな、ありかな。どっちかだな、細貝くんか君島くんか。細貝くんかな、細貝くんで。まあこんなもんで、はい。まあいい引きは見せたんじゃないですか。外れることもあるよね。はい、ちょっとあのね、ハーマン君に関しては俺ちょっと引き止めたいんですよね。あの特能のことがあるから。はい、ほう、まあうちは参加しないけどね、参戦しませんけども。はい、はい、はあ、はい、はい、うっ、うっ、変えるっけ。
買えるね。なんか買えないタイミングあるよね、どっかでね。ここ大事よ。うん、もう絶対カラー引き止める、大事。うわ魅力的だな、なかなか見る。ちょっとあと何取れんの、あと6人か。どっちかだな。宮西さんいるよ。はい、いやこれいや使えるってすごいいっぱい持ってるもん、いろいろ持ってるもん。どうしようかな。チャンスメーク、うーん、こっちかな。まあ別に両方取ってもいいっちゃいいけどね。この守備職人はね欲しいんだよね、松本くんに。もうちょっと基礎能力あんま上がんなくなってるから、今守備職人でちょっと底上げしてあげたいっていうのあるんだよね。候補ちょっと難しいですね。あ、もうあれかい、ここら辺は年齢的にも無理かい。あ、今日34だったらもう1年経てば覚えれるか。あ、プロ年数あんま見てなかった。いやもうあれかな、ここまで来ればそこまでって感じかな。徳能はいいの持ってんな。あ、今日ダメだ、年数的に無理だ。うん、はい。俺候補って言ってた、あ、これだ、石山選手。はい、いや、ここら辺もちょっと言っときますか、言っときますか。ちょっと結構もうフルに人数使うぐらいでいいんじゃないか。特能大事。うん、こんな感じで結構取ったぞ。いらっしゃい。さあ海外留学ちょっと行きたいですね。まず留学地はどこ選べんの。お、ちょっといろいろ選べますよ。短所のない選手にすることができます。これ赤得消せんの。というか俺思ったんだけどさ、藤波選手連れていけなくない。ね、多分条件を満たしてないもんね。ちょ待って。いや、いいとこを伸ばす。いや、これはね、コリアリーグかな、やっぱり。コリアリーグで。これネオくんがバランスよく伸びてったら面白いことなんじゃないだろうか。うわ難しいな、迷うな。
わ、ちょここも魅力だな。ここはちょっと魅力だな、ハツキ選手は。いや、まず一人ネオくん。あと一人ちょっとピッチャーがいいな。行ってみるかい？ちょっと行ってみるかい？行こうか。うん、この二人で。留学地は、コリアリーグで。はい。行ってらっしゃい。よし、キャンプで。では練習開始しますか。大和選手を取り忘れてる。ちょっとミスったね。大和選手欲しかったな。そうそうそう。どのくらい、お、いいね。桜井君スタミナ2伸びたのでかいね。あ、見て、あの清田君ね、投手できるようにした。投手できるようになってからすごいでしょ。コントロールってもう10伸びるからね。すごいでしょ、彼すごいんだから。ポジションコンバートに成功しました。へえ、リリーフか。ちょ、コメントで、おい出せやって言われそうだな。ちょっと連れてきたくなっちゃうな、これはな。魅力的だね。玉持ち丸、 OK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 。 あ、キャッチャー B、 いいね。あ、キャッチャー F から E に上がった。これ勝手に上がってくれたね、助かるね。あ、トシ君もキャッチャー E になった。あ、いいね。やっぱちょっと F は使いにくいもんね。はい、ちょっともう一回ならちょっと練習指示、丁寧にはめとくわ。はい、練習いろいろやってきました。よし、じゃあオープン戦いきますか。まあオーダーはまあ適当にいきます。ここはまあしゃあないオープン戦だ、全然問題ない。お、エゴシ君見て50まで伸びてよ。いいんじゃないかい。はいはい、次。はい、もう全然気にすることない。オープン戦だ、大丈夫だ。いや、ちょっと不安になるね。少しは勝ってもらいたいけどね。お、岩見選手代打もある、いいね、素敵。ちょっと練習見てくるわ。今フォークって覚えるの時間かかるんだね。なんとか覚えたかった。覚えたかったけどもちょっと無理なのかな。潜在能力データって何？うん、初めて見た。あ、こんな画面初めて見たよ。こんなんあるんだね、初めて見た。というかね、今気づいたんだけど、俺アイテム買ってねえや、壊れたまんまだった。すごいもったいないことしてる。はい、あとオープン戦1試合ですね。ちょっと最後勝とうぜ。うん、これでいく、勝とうぜ。あー、どんまい。はい、よし、ラスト1年ですな。ラスト1年頑張りましょう。いつ頃だい？8月頃かい？ここだな、7月か。ま、頑張りましょう。とりあえず、明日の動画開幕戦撮りたいと思います。はい、では、終わりましょう。終わり、バイバイ。